今日はね、日本で住んでいる人たちがもう本当にこの2つの考え方を外していけばすぐ英語、もう本当に3週間ぐらいしたら英語が話せるようになる、まあ、考えたら当たり前のポイントがあるんですよ。英会話スクールに行って英語を学ぶっていう手もあるわけよ。で、今日僕がオファーしているのは英会話スクールに行ってもいいんだよ。でも行かなくても英語が今すぐマジかよみたいな感じで話せるようになる方法を説明します。で、どういうことかというと、これ英語の技術じゃないのよ、ね、日本の人たちがね、日本の人たちってもうで、ね、魂だよな。魂、日本で生まれた魂で、たまたま日本っていうところに生まれて、みんなこの島は日本だと思ってて、これがパスポートって、ね、思ってて、でも本当は地球上同じ魂だからね。国なんて人間が作ったものだからな。そういう考えでやると、この島の人たちはようわかんないけど、英語は綺麗なアクセントで話せないと話せないものなんだってすっげー思い込んでるね、この島の人たちは、ね、で、マジ世界にこういう島あるかって言ったら多分どっかにはあると思うんだよね。どっかにはあると思うんだよ。でも特にこの日本と呼ばれてる島はユニークなのね。ユニークなんですよ、ね、で、そのやり方は明治時代に役に立ったかもしれない、ね、大正もどうだったかもっていう話なんだよ。でも正直言って昭和入った後で、特に戦争が終わった後で、ね、戦争の時代が、世界の戦争の時代がビジネスの時代に変わってきた時、ね、もうその時からいいアクセントで話さないといけないっていうのはなくなったわけよ。わかる？で、明治時代で、ね、徳川の時代が終わって天皇陛下の周りで、ね、侍持ってる人たちが、ね、いて、なんかイギリスの大使とか、ね、アメリカの人とかフランスの人とか来るわけよ。で、そこで英語のアクセントが綺麗に話せないとからかわれるから、絶対俺たちは根性を入れて完璧な英語のアクセントで話すんやみたいな、超美しい侍のいいところだと思うのよ、ね、でも今2019年の令和の時代で、その考え、この完璧なアクセントで、ネイティブ的なアクセントで話さないと、ね、相手が日本の文化、日本という国、相手が我がたち、私たちを、ね、下がるかって。わかる？下がるって。今伝わった？差別されるかっていうことなんだよ。わかる？英語のアクセントの悩みは、日本ので英語を話せなかった人たちの差別される、この恐ろしい fear、 it comes from fear、 差別されるぞっていう恐怖から来てるわけよ。わかる？だからこの差別されたらやばかったんだよ、1800年代、ね、中国とか世界中の歴史を見ると、ヨーロッパの国たちが、ね、アフリカに行っていろんな国取ったりやろうな、本当に大変だったんだよ。で、アメリカもその調子に乗ってハワイ取りに行ったりとか、ね、フィリピンの方に向かったりとかで、日本に来たやろ、1855年の時黒船で、ね、で、その隣の中国、相当やばかったよその時代。だからこの国を守るために、ね、こういう外国の人から舐められちゃいかんよっていう考えが、その時はすっごいお国の役に立ったと思うのよ、ね、だからアクセントとかもしっかりやって、ね、俺たちが話している時は相手が俺たちのことを舐められないような感じで英語を使おうぜ。英語だけじゃないから ね。で、そこにこの綺麗に外国語を話せるっていう価値が、社会的にこの島の中で、島の人たちのために生まれてきたものだと僕は本当に心の中から感じているのね。で、この今僕が話しているこのアクセントっていうのが、日本で住んでいる人たちが海外に行く時とか外国の人と話す時に一番うわってなっちゃうのがこのアクセントなんだよ、本当に。で、このアクセントの頭のマインドブロックを外すことができると、すっごい英語がもう自然に話せるようになるの。
で英語って感じないの。普通に別の、ね、別の島の人たちと別の言葉を使って話してるだけなの、ね、そういうふうになっていける。そのどうやってそれをやっていくのかっていうのはちょっと説明したいと思います。でね、これちょっと深いんだけど、特に今令和なので、この令和のテーマっていうのも一つあって、令和のテーマっていうのはこれからの新しい時代のテーマ、僕本当に心の中から感じるのは、いらない考えは捨てていかないといけない時代になってきてると思うのね。前の時代ですごい役に立ったんだけど、今そんなに役に立ってないじゃんって。でも続けてる、ね、でなぜか分かんないんだけど、これこのルールをね、破っちゃダメだよっていうルールがこの世の中にはあるわけよ。でそれは自分でインディビジュアルとして作っているルールもあります。で社会的にこのグループティンキング、グループティンキング、グループとして人間たちが、例えばこの島国の人たちとか、アメリカはアメリカのルールがあったり、カナダはカナダがあったり、地球は全体にあったりするんだけど、ね、そのグループティンキングでもう役に立っていないね、きつい考えは外していかないといけない時代になってきてると思うのね。まあ、本当にあの分かりやすく説明すると、例えばあのサラリーマンやってた時にすっごい感じたんだけど、ね、なんかその仕事で、僕仕事5時とか5時半に仕事が終わってますと、朝早く来たからとか言って、何でもいいんだけど、で5時半に仕事終わってんだけど、僕帰ろうとするとなんかみんなの目線が俺に来るんだよね。でなんかみたいな、でこうやって机で帰ろうかなと思うと、みんなジローって見て、帰っちゃダメだよこんな時間にみたいな感じで、帰ろうとするとなんかギローって来て、いやすいませんって戻ってきて、なんか座って、なんかよくわかんないんだけど仕事やってるふりして7時とか8時まで待つとかね。でこういうなんか なんでこういうルールなのって、で結局何やってるかっていうと、自分が嘘をついてるんだよね。嘘をついてるんだよね。でこのいらない考えを外していくことがね、このあなたが本当に3週間後に英語で外国人と、まあ、イタリア語でも、まあ、イタリア語はちょっと僕分かんないんだけど、英語は一応学校で、小学校の時と中学高校で、ね、大学は分かんないんだけど、日本の大学は教えているから、ね、本当に高校を卒業している人はこの僕が今言っていることを実際に理解して使えるようになって、できるようになると3週間後に全然外国人の英語で話せるようになるのね。でなぜかというと、英語の技術でじゃないのよ問題は。でね、まず皆さんに気づき始めていただきたいポイントは、外国人と英語で話すときにアクセントをあえて気にしないっていう習慣を生み出してもらいたいんですよ。 OK。 でなぜこのアクセントを絶対気にしない方がっていうと、アクセントを気にして外国人と話すと、今僕のアクセント合ってるかなっていうところにマインドがフォーカスするのね。でそこのところに、いや合ってねえかもよって絶対頭の中で自分と会話するわけよ。でやべえ、俺今英語話しててアクセント合ってねえやんってなると、英語の会話しようじゃなくて、この俺のアクセント直せんといかんやんみたいな感じで脳が働き始めるわけよ。えどうなるのっていうと、前までは幸せで Hey, how are you guys? みたいな感じで普通に会話してるんだけど、恐怖を感じてくるわけよ。あやば、今俺アクセント話してない、いや変な形で話しちゃった、うわ分かるから伝わるかな、キャーどうしよう、わ私本当に英語が苦手とか言って、あるで、このアクセントっていうのはいらない荷物なのね。もういらないのね、なんでって、そこら辺で歩いてる外国人が日本語で話してる時アクセント気にしてますか、ね、白人となんか外国人が、ね、日本人と話す時、こんにちは私の名前はクリスです、いや日本はとても素敵なお国ですね、料理も美味しいみたいな感じやろ。その時にさ、外国人がこんにちは、あやっこれ、oh, I'm supposed to say こんにちは or こんにちは、こんにちは、 oh I'm so shy, how am I supposed to say、I love Japan, I love Japan, 日本大好き、 oh my god, I'm so sorry, I'm so sorry, my accent is, I am so sorry, my accent, 私のアクセント本当に申し訳ございません、ね、しないでしょ、しないでしょ、ね、
でこれよく見てみるとね、あなたが日本で日本人として日本の人としてハリウッドで俳優になりたくてもアクセンスをどこまで気にしなくていいのよ。渡辺謙っていう僕の大好きな侍アクセントのね、僕超好きなのよ。で彼がセブンサムライ見た、あのラストサムライやな、トム・クルーズとあれいい映画やな本当に。で彼が英語話すとき、トム・クルーズと話すときにどうやって話す？Hello, Mr. Tom Cruise. I'm very happy to be samurai. This is my samurai sword. あちょちょちょ、fencing, Japanese fencing, Bushido. No, やろ。No なのよ。A perfect blossom is a rare thing. You could spend your life looking for one, and it would not be a wasted life. ね、それは外国人、トム・クルーズに向かって、I am samurai. This.Is the way of Bushido. ハート、心、アクセント、発音、ね、寿司は寿司なのよ。寿司は寿司じゃないのよ。あれ、酒は酒なの。サーキーじゃないの。ね、あれ、だから外国人もやってない。日本人はそのままでいいの。で本当にね、ちょっと前に別のアクセントのビデオをやったんで、ちょっとこの僕一回中国行った時に中国人のおばちゃんとあのビジネスやった時あるのね。でその人英語喋れたのって言ったらよくわかんないんだけど、ビジネスはできたわけよ。で全然普通に会話ができたので、どういう風に言ったって、僕あのその時スーツケース買おうとしたんだけど、最初は1万円からやって100ドラーで、僕は No! Too expensive! とか言って、 Oh! You good looking! 1ドラーとか言って、そうやってプライス交渉して、結局俺は25ドルで買えたんだけどね、スーツケースを中国で。ポイントはね、アクセントはもう気にしなくていいよ。アクセントいうね、重い荷物はね、もう下ろしていいの。ね、この間ね、僕沖縄に行って、沖縄のラーメン屋さん、なんか沖縄のそばみたいなのがあって、その目の前にね、ね、あの自分を磨こうって書いてあったの、日本語で。かっこいいく。それにね、自分を磨こう。ね、このね、あなたが、ね、重い荷物をまだ持ってない理由は、持てない理由はあなたの力が足りないんだよって書いてあったのね。で僕本当に令和とか新しい時代はその時代、それがちょっと違うのね。違うのよ。あなたには力があるんだけど、余計な荷物を抱えてるんだよ。でこの余計な荷物は嘘だったら、それを自分で潰すのよ。自分を潰すのね。だから自分の責任を持たないといけない時代が来たの。Freedom, the responsibility for your freedom lies in your own mind and your heart. Right? The responsibility, 責任 to be free. Free, だから自由になる責任は自分で持たないといけないっていう時代に入ってきてるのね。だからこの英語で僕がこのことを練習するっていうのは、素晴らしいメソッドの練習の一つの道場みたいな感じで練習できるんだよね。英語で。で、英語だけじゃないのよ。ね。あなたに努力が足りないんじゃないの。あなたは余計で必要じゃないものを持ってるから、こういう岩とかが思いっきりあって、あなたが種が入って植物としてこうやって出てくる植物だったら、こういう余計な岩とか、こうやりなさいとか、仕事はこういうふうにやりないといけないんです。好きなことを仕事にしちゃダメです。ね、辛いことで生きていかないといけないんです。ね、こういう余計な考えを、偽物、嘘なのよ、それ。これをあなたが持ち上げろって。持ち上げない。できないんだよ、それ。偽物だから。重いんだよ。余計なもんなんだよ。それあなた努力が足りないんです。は?違います。うん。これ余計なものがブロックしてるから、余計なものを外すの。どこに努力するのって、自分に嘘をつかないで生きていくところに努力をするの。他の人がこれやれ、アクセント学びなさい、これね、英会話スクールでこういうのやりなさいとか、まあ英会話スクールどうでもいいんだけどね、そこじゃないのよ。これは真実だ。これは真実じゃないって自分で判断できる時代が今来てるの。で、これをやっている人たちは上がっていくのね。で、上がると視点が変わるの。ね。どういうことかっていうと、
外国人はたまたまそこで生まれた魂だっていうのが分かって、この国際的なグローバル文化っていうか魂同時としてのコミュニケーションが取れるようになってくるの ね。だからものすごい大切っていうか、このビデオの一つのポイントは Your individual thinking、 自分で自分に間違いを思い込んでるかもしれないの、ね、それは一つの例としてはアクセントなの、ね、あなたがこのアクセントっていうのを多分気にしてなかったら、ね、普通の高卒の人はもうこのビデオを見たら本当はこれ理解したらパッパッパッって言って外国人ともう今のレベルで英語の十分で話せるのね。リーディングライティングもできるし、ね、なんでできないのっていうと、そのアクセントを良くしないといけないっていうこの明治時代から生まれてきたこの大切な、ね、差別されないっていう恐怖から来てる、ね、変なアクセントでやったらこういう外国人から差別されてバカにされて国が乗っ取られちゃうじゃねえかみたいな、そういう多分バイブレーション波動から来てると思うのね、アクセントを良くしようって。でそれがなんかよく分かんないんだけどまだ学校のシステムにあるわけよ。この考えはもう僕はいらない荷物だと思うので、この荷物を外すことによると英語はもうマジこんなに簡単なの、そうこんなに簡単なのぐらいに変わってきます、変わってくるのね。でこれがまず一つなのよ。だから自分が思ってる間違いを外していくっていうのがあって、で今度もうこの二つ目もめっちゃ大切なのね。それはグループシンキング、グループで考えている、これが正しいべきだっていう、これが間違ってる時があるわけよ。どういうことかというと、ね、例えばこのビデオを見ましたと、であなたは高校生だとしますね。でこの子、まあ、誰でも高校生の子がこのビデオを見ましたと、であそうなんだ、アクセントで全然気にしなくていいんだって、もうあこれ事実だって真実だって分かるわけよ。外国人もアクセント気にしてないし、中国人も気にしてないし、ちょっとこのビデオ見て、ユナイテッドネーションのトップの人が英語を話すとこのぐらいのアクセントになるのね。 Every year on August 19th we mark World Humanitarian Day in honor of aid workers who have lost their lives in the line of duty。 分かる。だから仕事でも本当にどこでもほぼの仕事でもアクセントはネイティブみたいに話さなくていいわけよ。だからそれを手放すことによってすごいいろんな自由とか会話の自由が入ってくるんだけど、これを外す。でもこの高校生がこれ事実だって分かりました。で明日学校行くわけよ。ちゃんとじゃーんって明日ね。で英語のクラスがあって、はあ俺クリスのビデオ見たからさ、俺アクセント気にしなくていいんだって、英語は本当に楽しいな、外国人といっぱい話したいなって言って、でそこでね先生が出てくるわけよ。へいって言って、よしみんな今日は英語のアクセントの勉強するぞって、よしじゃあみんな俺の言葉を真似してくれ。 This is a computer、 もう一回言ってみて。 This is a computerThis is a computer。 そうそう、 R を伸ばすんだよ、 R って。 そうそう、いい感じだ。 This is a computer。 This is a pen。 いわゆる特に R が難しいよな。で先生もできないわけよ、ね、でそこでこの高校生が、先生それもう気にしなくていいんですよ、だって外国人もアクセント気にしてないし、ね、もう本当に大丈夫なんです、他の国も全然気にしてないし、中華メキシコの人が英語話すときメキシコアクセントついてるでしょ、全然 OK なのよ、ね、日本人が英語話すときはジャパニーズアクセントで全然 OK じゃん。何言ってんのお前、お前らそういう考えあるからうまく人生うまくいかないんだよ。あれみんな努力してるんやろ、コンピューターって言ってみ、あコンピューターあるあるあ、な、な、何やってんの。でここで他の人たちもね、あいつさなんかアクセントできねえ、コンピューターコンピューターとか言ってるぜって女の子たちが、キャーあの子本当にモテないねとか言っていじめられて、わかる。でこれどうなってるかっていうと、自分が事実を知っている、自分が真実を知っていても、周りの人たちがね、グループティンキングでそれ違うよって言ってくる時もあるんだよ。そこであなたはどう生きるっていうことなの、この時代、その時代、この時代で、今の時代で、そうだねってバカにされるの怖いから、ね、いじめられるの怖いから、このみんなと一緒にみんなで嘘をつこうっていうふうになるのか、
それか真実を他の人に見せて自由になっていいんだよっていう存在になっていくのか、ね、例えばこの会社で、ね、5時半になって帰ろうとしてるんだけど、みんながお前帰っちゃダメだよっていう時に、その時にいやこれは分かった、みんなと一緒に嘘ついてこうやって我慢してよく分かんない辛い人生を生きようって言って人生を生きるのか、それか立ち上がって私は違うと思うんだって言って、まあ、優しく話してもいいけど、ね、でこの時代が来てるから、ね、でこの昔のやり方でやった方がビジネスうまくいくじゃんって思ってる人は、ね、本当にこの辛い努力努力努力だけで成功ができないっていうこの波動の考え、でもその荷物を下ろすとバルーンみたいな感じ、バルーン、浮かんでいくでしょ、乗ってるやつね。いらない余計な考えの重い荷物を下ろしていくと自分が上がっていくの。でこの上がっていくと、ここにはいっぱい世界中の人がいるの ね、日本だけにいると分かんないっていう時もあるんだけど、本当は世界中にめっちゃ何万人何万人いるので、この人たちと自分がやりたい、自分が誰かのギフトになれること、自分が本当にやりたいことでビジネスして収入で生きていけるっていうやり方もあるのね。それは生き方として選びたいんだったら選べるの、ね、でもいやこの辛い生き方で生きようって言ったら、それも自分で選べるのね。このグループティンキングっていうところでちょっと最後のところに触りたいんだけどね。だからいや本当アクセント気にしなくていいんだっていうのが、これ日本全員がパッて気づき始めると学校で余計なアクセントの勉強とか減っていくわけよ、ね、なんで僕こんなに熱いのっていうと、僕は日本生まれで慶応幼稚園行ったのね。慶応の小学校行って、慶応の小学中学校も行ったのよ。でアメリカに引っ越したので、僕は日本語しか喋れなかったんだよ。で英語学ぶのめっちゃ大変なの。小学4年生にローマ字を覚えられ、ローマ字が来るわけよ。でこれ小学4年と5年でやっとローマ字終わったって言って、ラールーレーとかさ、ローマ字でできるようになるわけよ。今度英語学べって、小6で英語が来るわけよ。ローマ字と英語全然違うのよ。だから本当に僕はもう本当に小学校の時に英語ですっごい苦戦したのね。でローマ字やって英語っていう、もう本当に大変だったんだよ。でまあ中学生の時にアメリカに引っ越しして、その時英語話せなかったわけよね。めっちゃくちゃバカにされたわけよ。この顔で英語話せないんだよ、ね、でこの顔でジャップとか呼ばれたわけよ。で今度その後アメリカやろ、アメリカから僕カナダ行ったわけよ。カナダに行ったら俺カナダ人なんだけど、そしたら俺アメリカンとか呼ばれるわけよ。でその時アメリカ戦争、アメリカとかめっちゃ戦争するのよ。で1999、2000年、テロがあって、その後のアフガニスタンの戦争とかイラクとかあったんだけど、すっごい大変だったよ。アメリカ人と思われるっていうのがすごい嫌だったんだけど、でその後俺アメリカに戻ったのよ。そしたら俺なんか、キャナリアンって言われるわけよ、アメリカ人で。でその後ケイマン諸島に行って、ケイマン諸島に行ったら今度またアメリカンって言われるわけよ。でケイマン諸島の後に日本に来たら今度アメリカンって言われて、いやもう本当にどうでもいいやってみたいな感じで、僕本当に今国籍は本当に何ていうのかな、もう人が決めてるものだって本当に理解してるんだよね。それが真実だって、ね、だから本当に例えばね、アメリカに行ってカナダまで歩いていくと、ね、その地球の中に線があって、こっちがカナダ、こっちがアメリカっていうのはないのね。ないのよ、ねねね、南に行くとこっちがメキシコって、こっちがアメリカってないのよ。だからちょっとね、僕は本当に日本っていう、日本人はもっと誇りを持たないといけないと思うの、ね、でどういうところかっていうと、もう最初明治時代の時はね、この海外の人からやられちゃう、のっけ取られる、島が奪われるっていう不安はあったと思うのよ。でそのディフェンス、守るぞっていう、ね、この怖い恐怖から来てるのが、ね、俺たちも、ね、ホワイトパワーっていうかね、ヨーロッパとかそういう国みたいに強くならないといけないんだとか言って、
でロシアと戦争したり、ね、コリアとのインシデントがあったり中国に行ったりいろんなこともやったんだよ、ね、この国の軍隊とか政治の人たちがね。それは事実なの。でも日本には何が起こったかって、今何が起こってるって、これすごい誇りに思えるんだよね。日本は戦争できない国なんだよ。この星の中でこの島にこの国っていうところに行くと、どんなに政治家が戦争したい、ね、どんなに、ね、若者が太鼓叩いて、ね、戦争しようとか言っても、このグループティンキング、この島の人たちのおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんお姉さんお兄ちゃん若者たちはの戦争はしませんって言えるのよ。これはすごいことなんだよ。だからこんなことをやっているグループの人たちは世界中堂々と歩いていいんですよ。世界中の人と堂々と仲良くなって、それを待ってるんだよ世界が。いや、みんな日本にいるこのビデオを見てくれてるみんな、本当にアクセントはもう捨てていいよ、もう今日から捨てていいです。そういうレベルではもう、そういう時代は終わりました。今はもう堂々と自分というね、その自分として他の国の人たちをもう差別されないからね、もう直接平行同じラインで見に行って、でその人たちから学んで、その人たちにも教えてあげる、そういう時代だぜ、ね、Thank you so much for checking out this long video. I love you guys and I will see you in the next video.